本健二リオンです。そして B3、B2 のレギュラーシーズン MVP マット・ボンズ、さらに横浜から新加入森川雅昭、そして今通り過ぎていったのが荒谷博秀。森川もう一度松本に戻して、森川前空いている、スリーポイントシュート決まった。早い展開が続いています。パーキンズゴールした。切り替えの中での得点が目立ちます。ゴールした AJ ルーファウルがあってバスケットカウント。はい、この後ですね、もらった後ここでの松本健二レオン選手がファールを犯してしまって、アジア特別枠の選手宇都直樹のゴールした。第2クォータースタート、富山のポゼッションから松本が手を出していきました。ヘソンからガドソン、見事なフェイスレー、高橋光陽です。富山いいドライブ、ヘソンスリーもありますが、スリーポイント決まった。通れば2点でしたけどね。そうですね。アラヤ、ああこういうパス見事です。アラヤ選手がキャッチしたこの瞬間からドアオープンになる。ああヘソンスリーポイント決まった。マイルズヘソンのスリーポイント。そしてボンズという5人です。富山は伊藤、今ボールを受けたヘソン、スリーポイントトップの位置短い。ガドソンのアタック決まった。バスケットカウント、ヘソンからエジェル、トップの位置からスリーポイント決まった。パーキンズ、ボンズ、森川からパーキンズのスリー決まった。同じスポット、はい、アラヤ、アラヤのステップからシュート。アントリーのゴール下、囲みますが強さがあるジャレル・ブラントリー。ブラントリー、馬場雄大、ブラントリーから馬場雄大、19年のオールスターでプレーをしているという馬場雄大です。うわー、レッドランド馬場雄大笑ってる。個人的にはもうやった方がいいと思いますけどね、はい、これ富山は、はい。ガドソンから最後ブバのゴールは決まりました。うーん、ちょっと待って、ガドソン選手が痛んでる。